でも、シャモンさん。そこから始まってるんですよ。自分の感覚はね、テリさんに対しての不信感。私が持った不信感ね。でも、シャモンさん、ごめんね。せっかく言い訳っていうか、今説明してるときにちょっと口挟ましてもらうけど、私に一番最初に行ってきたときに、覚えてる？今までずっと広丸さんと猫じゃらしさんのこと誤解されてきたかも、誤解してきたと思うんだって。ずっとね、テリーさんからこう聞いていたもんで、私はあなたたちのことを悪い人間だと思ってたって言ってくださいました。あ、思ってました。うん、そう言ってくださいましたよね。その話から始まって会話をしてて、それで、最後の方にその話出ましたよ。もう全部その話が済んだ後に、ちょっとね、デソーさんと、話してるときに、テリーさんに横やり入れられて、まとまる話もね、壊されたりして、私、あの人信用できへんのだわ、もう嫌いだわ、って言ってましたじゃないですか。嫌いだわとは言ってないですよ。うん、でも、なぜ、ああいうふうに話がまとまりそうになるときに、横からちゃちゃ言い張るんだろう。いや、話まとまるというわけじゃなかったやん、あれ。うん、まあそういう話出て、その時に、テリーさん、テリーさん、すいません。ちょっと、これだけ最後まで話させてください。オッケー。はい、そういう話が出たときに、あ、それがっていうことで、その話出ましたよね。あ、それが揉め事ですかということで。うん。それで向こうもやめなきゃいけないって話まで言ってるんですかって話出ましたよね。なんかさっきそのような話をちょろっと聞いたんだけどって。で、だんじりもやめなきゃいけないから言ってる。さっきは言わなかったです。前に以前聞いたんですけど、って言いました。うん、じゃあ時間軸違うじゃん。やっぱ以前っていうの、ちゃうやん。別に私が伊藤君に対して不信感を抱いて、テリーさんが、っていう話はちょっと間違ってると思うもんで、すいません、ちょっと修正させてもらいますね、うん、そこやん。うん。そこやん。もう最初から、これ時間軸ちゃうやん。言ってくださってきたもんで、うん。私が広丸さんに話しかけたのは、その前日だったかな、宝屋さんところかな、どっかのスカイプ会議で初めて広丸さんと一緒に会ったんですよ。あ、2回目が終わった後ですよ。2回目が終わったのが。だから、その時に、広丸さんと私が話した時に、広丸さんが私のことをこう悪く思ってるっていう、悪く思ってたら、やっぱり人との間に会話にやっぱり壁ってできるじゃないですか、話し方がおかしいとか、そういうのを感じなかったから、私のことを広丸さんが悪く思ってるっていうのは、うん、思ってないです。思ってないんじゃないかって、私はそこで思ったわけですね。だから、広丸さんにそれだったらもう直接聞こうと思って聞いたんです、うん、それが一番最初の広丸さんに話しかけた最初の理由ですよ、うんうん、で、だんじり云々の話はもうその話が終わった後に出た話じゃないですか、うん、だから、うん、そのだんじり云々のことであなたは今テリーさんに不信感を抱いたって言ったけど時間違うじゃん、それやったら、うん、逆じゃん、それはどういうこと、わかんないですよ。だから、デソーさんに説明してるときに、余分なこと口挟まずに、テリーさんが、うんうんって聞いててくれたら、シャモンさんはそういうふうには思わなかったかもしれないし、人の感情のところはちょっと心の中までは見えないもんで、どういうふうに取るかはその人間のね、主観結構入りますからね。うん。俺からすらさ、俺まだ、時点でもまだ、シャモンちゃん別に悪くない、全部が悪くないと思っとったから、それからいきなり、いや、ごめんなさい、私のせいです。私が悪いんですって、ずーっとその一点張りやったし、どういうことなんて。いや、言うこと言ったらいいやんか、と俺思って。チャット内容やったら、テリーさん、そう思うのは自然やで。わかる？そう思ったから、でも、あれは朝の、擁護しようと思ったから、なんなのと俺は思ったから。うん、でも、あれでしょ、その、擁護する、って一応テリーさんは思ったんです。で、だけど、私とのチャットログ全部そちら側に流して、長西さんは君やろ、君や。君からもらう。違います。朝流したんでしょ、テリーさん。だって、デソーさん、私そう聞きましたよ。もらってへんっちゅうね。もらってへんっちゅう。ね、シャモンさんは自分で流したわ。ちょっと、デイソーさんには渡しましたよ、私。ああ、そう、だから君からもらって、それで初めて内容見て。うん。うん。シャモンさん、何か語弊してるかもしれんから、一から言うわ。テリーさんから聞かれたんよ、夜にね。あ、ちょっと待ってください、ね。はぁ、もう、ちょっとすいません。今、甥っ子が家泊まりに来てて寝てるんで。なん遅れへんかったの？うん、泊まって帰るみたいで、泊まって帰ったから、ちょっとその、起きちゃったみたいで、ちょっと。了解しました。はい。
まあまあ。連休ですからね。はい。で、生徒さんにレッスン、チャットログ渡したのは、私はそれを渡してますから、今日知っても覚えてますよ、うん、それ。だから、夜、私が生徒さんに話をしようと思って、うん、ちょうど、今いいですかって言ったら、ちょうどテリーさんと生徒さんが話してる最中だから、そこに呼ばれた。っていうのを全部覚えてます。で、話の流れで、私が、そのチャットログ、一番、はい、ちょっと待ってな。ちょっと、こっちからちょっと、話していくわ。な。はい、だから、テリーさんとそのこと聞かれてよと喋っとったんよ。ほ、うんで、その時に、君からチャット来たんよね。あ、私から送ったんですよ。うん、ゲストさんに。ちょっと話いいですかって。うん、で、その時に、今、テリーさんと喋っとるよっていう話した時に、うん、うんうん、それでもいいんかって言ったら、あ、行きますって言って君来たんよな。うん。うん、こっちから呼んでないね。君が来るかって言ったら来たからな。はい。うん。で、その時に、まあ、謝りたいって話したら、しだしたら。はい、しました。うん。で、はい、ああ、そうなんやって。ほんで、こっちは、まあ、君の話すことで、君の言い分を聞いとったわけや。はい、はい。で、その時に、ああ、そうなんて、そういう事情がね、たらみんなにちゃんと謝って、うん、そうやったら、すっきりしたらええやんかっていうふうに話してたんやね。うん。そしたら、やっぱりその、あのチャット見て、自分がテリーさんの立場でもそう思うわ。なんで、ちょっと、やっぱり、思ってるとこあるやん。不満に思ってるとこあるのに、なんでそんな、すいません、自分が全面的に悪いですって、なんのって疑問にテリーさん思ったんやと思うね。だからそういう形になったんや、うん。そんで、やっぱりそんなチャットで、裏でそういうチャットしてて、話の内容違うってなったら、見せてくれって言うやん。当然の流れやと思うね。そうやろ、無事なのか、そうです、うん。じゃあ、チャチャじゃないよね。チャチャじゃないな。よくやるんだね。チャチャじゃなかったら、テリーさんがやったことなんなん逆恨みやで、そこまで。ちゃうやん。これ、テリーさんがやったことは、チャチャじゃなかったら何？これ、シャモンさんに問うてんねん。なんや？あなたはこの行動をチャチャ入れるって言ったやろ？今、チャチャじゃないって言ったやんか。じゃあ何？いや、チャチャじゃないって言ったの、デソさんが言ったんじゃ、チャチャじゃない。じゃあ、あなたはチャチャやと思うの？私は、デソさんと話してて、あ、そう思うんやって言った時に、いや、そんなことちゃうやろ、朝そんなこと言うてなかったやろって、まだ腹に、あること、言ってないやろっていうふうに言ったから、なぜは、こうやって話まとめるときに、その話を出すのかなって、それは私はチャットだと思いますよ。それはあなたのメールね、チャットのせいでしょ？それはあなたがそういう気持ちを持って、そういうふうにしたっていうのを見せたからやないの。テリーさんかって見せられへんかったら、そんな横やりみたいなのはいれへんや。だから、あなたは、それ、自分がやったことが原因やのに、自分が気にしてることやのに、テリーさんが横やり入れたっていうふうに責任転換してるのはわかるか？うちらそういうふうに見えんで。逆恨みやで。自分が原因やん。テリーさんに言うことと、デソさんに言うことが違うから、テリーさんがおかしいと思ったわけでしょ？これさ、テリーさん別に意地悪しよう思って言ってんのちゃうやん。疑問に思ったから聞いただけやん。なんでテリーさんが邪魔したことになってんの？テリーさんの行為、本質的には感謝すべきことでしょ？だから、その辺も含めて丸く収めようしはったから、そんなんなんだんちゃうの。これ、横やりとかちゃちゃ、ちゃうんじゃん。なんでちゃちゃってこれ？テリーさんが言ったタイミングだと思いますね、私の感覚的にですよ。あなたが、なぜそのチャットを、送ったその内容を自分で書き込んだの？テリーさんに。まあ元はそこやけどね。そうや、元はあなたがそんなことをテリーさんに言ったからでしょ？なんでテリーさんが悪いことになってんの？さ、自分がやってきた矛盾がこういうほころび生んで結局自分の首絞めてんの分かる？うん、だから、うちらこうやっていろんなところ突っ込んでるけど、それ矛盾やろって言ってんの、矛盾ですねってあなた言ってきてるけど、言われたら分かってんやん。自分が矛盾を起こすような行動してるっていうこと。で、疑われるような行動してるっていうのも、みんなこう、タイさんとかに言われてるのも分かってんやんか。だから、それぞれ、もうやってることに矛盾が生じてきて、今こういう状況になってんの分かるか？全部責任転嫁してんのよ。自分がやったせいでおかしくなってんのに、人が悪いことをしてるっていうふうに言ってんのよ。多分。だから、その辺は多分、近畿組の、ここにいるタイさんが、
まあ、宝屋さんや愛さんとか、まあ、意気込みじゃないけど、広丸さんとか、そっちのコミュニティの人らからしても、その一つ一つのなんか話の矛盾点がバーって出てきて不信感になってんねんか。まあ、今のはどう思う？でも本当に。矛盾でな気になる。今のどう思う？テリーさんの、その、邪魔したって思うの？自分がテリーさんにおかしな説明をしたからでしょ？そう思わへんの？その時は思わなかった。なんで？なんでその時思わへんの？はるかさん、詐欺さんに聞いちゃ絶対ダメってどういうこと？だからそれをさっき説明したじゃないですか。だからどうしても主観が入るから、トラブルの内容をちゃんと聞くんだったら、だからで、第三者って言ったらおかしいけど、その、ジェスさんに聞いてくれって言ったんですよ、それは。納得できんわ。あんな、それ、テリーさんの優しさやんか。なんでそれが、ちゃちゃになんねや？なんで横やりになんの？うん。なんで優しさを感じへんの、人の。テリーさん、そういうことする人ちゃうて、もう分かっとるやん、みんな。私は最もこの世で嫌いな人間でな、不義理な人間なんや。やってることめちゃめちゃ不義理やで。だってでも今の話の流れでどう考えたってテリーさんが横やり入れたっていう風な図式にはならないでしょ。あなたが矛盾したことを言ったからでしょ。テリーさんとデスオさんに言ってることが別だ。それをまずそこがおかしいやん。どうしてデスオさんに対する態度とテリーさんに対する態度ね、な話の内容が違うのはどうしてなの。この場しのぎのね、嘘とかは、1個は2個、1回2回ね、みんな受け止めるんですよ、大人なので。でも、その関係崩すようなことを言うのはね、間違ってるし、改めないといけないと思うんですけど、これおかしいでしょ。そこでちょっとね、今一度ね、口頭で確認したいんですけれども、前回ね、その、2チャンネルの掲示板には書いてないっていうことをおっしゃってましたよね。はい。うん。で、今までも過去でも、人を中傷するような掲示板っていうのは一切書いたことがないって今ここで誓えますか？誓います。去年の年末ぐらいまで、はい。デスオクさんとちゃんと話するまで、はい。すごくニコ生の人たちから嫌な目で見られてたような気がする。誰かがそういうこと言ってない限りないなってような。テリーさんがみんなに言ってたんかな。じゃあいや、サキさんに多分初めて僕会ったのってイタコさんの年末の放送の時なんだけど、はい、うん、すっごく嫌なもの見られるみたいな感じっていうか、目で見られたわけじゃないけどね、言葉の端々にそういう風に感じたんだ。で、ニコ生の方の人たちと話す機会があるたんびに、はい、広丸ってのはこういうやつかって構えられてたような気がするんで、デスオさんも、テリーさんが私に紹介してくれたんだけど、やっぱり最初はちょっとね、警戒されてたんですよ。はい。ってことは誰かがすごく僕たちのことをなんか変な人間だって言ってない限り、それありえないんだけど、そうなると知ってるのって、そちら側の人で、テリーさんとシャンモンさんしかいないんだけど、じゃあシャンモンさんが言うように、はい、テリーさんがみんなにそうやって僕たちのことを情報操作してたんですかね。教えてください、その辺のところ。いや、私も分からないです、その情報操作してたかどうかは。うん。でも皆さんはシャモさんから聞いたって言うんだけど、じゃあ皆さんはシャモさんを聞いてるためにそうやって言ってるんですか、今。私が、その、サロンの方で、猫さんのことを、悪く言ってた時期っていうか確かにありますよ。その時私は、その、いろいろ、そのオフ会の一番最初のスタートからっていうんで、うん。で、あれですよ、ね。それから始まって積み重なって、じゃあ、だから細かいところの傷に、じゃ細かい不審が、だからその向こう側で、スカイプ切られたっていうのも、その、テリーさんが気を、まあ、そこは気を使って、猫さんに言ったっていうのを、周りがみんな気を使ってっていうのを、全然私は知らない状態で、スカイプを切られてるとかっていうのがあったら、はい、そういうのの積み重ねで、あれですよ、不審感があったっていうので、それでも多く言ってたことは実際ありました。うん、じゃあ、スカイプの操作方法がよくわかんなくてね、まだ。レッサーパンダのやつを見ててね、笑っただけでね、わざわざ別のチャット開いてね、皆さんがいるとこでね、猫じゃらしっていうのがこんなことやってると報告する理由もあるんですか、それ。だからその時は半分以上、生理的に嫌になってたっていうのもありますね、うん、その時。そんなくだらないことで嫌になるの。
いや、もう、それだけじゃないですよ。じゃあどういうこと？だからもう、オフ会で一番最初に、あれはだから、シャモンさん見たことあるって言われたのからですよ。もう気持ち悪いってなってるんですよ、その時点で。積み重ねで。その後も全然、じゃあ、また堂々巡りで悪いんだけど、はい、なぜそれぐらいで気持ち悪いって人を言う、まだ思う、ちゃんとね、うん、そういう感情を持った人が、他の人にはそういうことやるの？気持ち悪いと思われるようなことやるの？もっと。うん、しかもこれ、一生懸命自分の素性を隠してニコ生で遊び場作ってる人に対して居場所なくなるような意地悪するの？シャモンさん。うん。シャモンさん、なんか病気で薬でも飲んでる？飲んでません。うん。だったら自分の分かんないうちにやることなんてないよね。はい。うん。じゃあみんな分かってやってんだよね。だから、サキさんに関することで私がやったのは、それは確かに自分が全部悪いです。全面的に悪い。あのさ、まあね、例えばね、テリーさんがさ、本当にね、ひろまるさんと猫じゃらしさんが、シャモさんの方のことを悪く思ってるとか言ってるとか言ったとするじゃん。で、してもさ、その後、二人の悪口めちゃくちゃ言ってたでしょ、私らに。はい、きますね。なんでなん、あれ。普通さ、自分のこと嫌ってるっていう思う人間のことやったらさ、もうまあ、もういいやん。もう嫌われてんねんな、で終わりやん。それをさ、追いかけて、あそこが悪い、ここが悪い、猫じゃらしたな、あんなことした、ひろまるさんはこうどうだ、こうだってさ、わざわざさ、すっごい悪く一番言ってたの、シャモンさんやで。テリーさんの口から、その二人の言葉なんて私、話聞いたことないもん。だってテリーさん、具体的にいい人なんやで言うてたもん。もともとね、俺とかは、そのお二人が参加した夜会にも参加してないから、お二人のこと全く知らないのよ。うん。なんで軽口だけ知ってんの？俺。あなたからですよ。すべて。だからどう見たってあなたが嫌ってるような風にしか見えないでしょ？人からあの人が自分のことを嫌ってるって言われたって、そこまで嫌わないでしょ、相手のこと。これも矛盾なんや。そう、近寄らないようにしたら済むはずやん。だから、オフ会とかでは近寄らないにしましたよ。それやったらそれで終わりでしょ。終わりでいいやん。なんでうちらのサロンでまで、あんなんやねん、こんなんやねんって、全部披露してさ、その人の言動やら、うんぬんかんねんで、こんな、あそこで調子乗ってあんなこと言っててさ、とかって悪口言うわけ。それあなたが嫌だって思ってるからでしょ。もう私は嫌だと思ってましたね、あの頃は。で、それをなんで私らに言うの？俺ら、から、それは、まあ、自分の、愚痴の発、を、聞かせてたっていうのは、皆さんに甘えてたところはあると思います。私、シャモンさんとそんな接点ないですよね、でも。ないです。ほぼゼロですよね。うん。この間からですもんね。この間からです。はい。だから、不思議だったんです。だから、ひろまるさんに関してはね、猫さんとは、まあ、接触があったっていうのがありましたけど、うん、だから、だから、チェリーさんが、から、入る情報しかないわけですよ。私は、ひろまるさんと猫さんのことに関しては。うん、直接付き合いがないから。なんでそんな人の悪口を言うの？うん。緊急組やったら緊急組の悪口言うなよ。なんで人の悪口、そんなに。それが初期でええと思ってんの？降りろよ、初期。なあ。そんなもんちゃうで。遊びの中にもルールあるで。うん。俺らに対しても、俺仲間だからさ、やっぱりあんまり言いたくなかったのよ。そのストレスってさ、個々抱えてるものがあると思うから、仕事の愚痴とかさ、そういうのはやっぱ話してもらいたかったりはするけど、そこは関係なくない？やっぱり。普通に考えて。俺ら関係組、関わりなかったじゃん。うん。個々、それぞれね。入ってる人もいるけど、テリーさんはテリーさんで、こういう人だっていうので付き合いはあるけど、でもテリーさんはテリーさんなんだよ、あくまでもね。うん。ファンキー組抜きで。で、なんかさ、言い方ちょっとあれかもしれんけど、ね、その、うちらにとってそのファンキー組に対して悪いイメージがあるとかいうのじゃなかったんですよね。もともとだって知らなかったんだもん。だから、
誰がどこのコミュニティに属してるとか、サークルみたいなもんでしょみたいに思ってたから、かまへんねん、別に。俺らに聞かせるのもおかしな話だし、そんなに悪口言う話でもないでしょ。まあ、今後のことだけど、言わん方がいいよ。はい。